最初です。ほんじゃ今日も今日ってウィッチャー3ワイドハントやっていきたいと思います。皆さん、年末ジャンボ買いました？いやー、今回ね、人生で初めて年末ジャンボ3000円分買ってみたんですよ。先ほどチェックしました。はい、なんと300円ゲットしました。いやー、狙って勉強ないと。まあ300円も嬉しい。3000円で買って300円返ってきた。よっしゃ。はい。ということで今日はちょっとテンション低めで最初はお送りしようかなと。まあ、当たらへんと知っていながら、外れるとちょっと萎える現象ね。前回はこれ本編とはそこまで関わってないんかな？ルーベンってやつが、なんか宝物盗まれたから、調べてこいゲラルトって言われたんで、調べに行くと。ここの下水道調べてこいって言われたね。なんで早速調べてみようか。いろいろ手がかりはありそうだね。お、キノコ。なんか、爆発みたいなのが起きて、内側から。それで、この下水道を調べてこいってことなんやけど、やってんな、早速。え、このさ、これさ、あれかバカしいかったっけこれ。解毒剤を飲まないとこれ以上進めない。解毒剤か、なんかもらったな、そういえば。あ、ごめんごめんごめん、早速飲もうか。え、どれ解毒剤って、お、これポップスモールドの解毒剤であっとる。お高高、これいくらすんだろ。息が苦しくなってきた。あ、悪いな、ウィッチャーの霊薬の方がマシだな。そんな臭いんや、これ。これは結構急がなあかん。うわ、おるおるおる。いや、めんどくさいな。痛い痛い痛い。ないないない。ちょ、やめて、はめんな、お前ら。もう。ああ、なるほどね。よし、パッパでやっちゃいましょう、こんな人たち。バッスリー。いやー、なんかここのドラウナー強い。ここのドラウナーできるドラウナーだわ。やべえなー、この先そんなやべえやつらがいっぱいいんのか。またおるわ。やべえとこ来てるやん。絶対来るべきじゃないよ、こんなとこ。ゲラルト今すぐ帰りたいよね。チョッキしたい、チョッキ。でもチョッキしたい。あ、ここないやん。いいね。いや、久しぶりにゲラートの戦いぶりでも見せましょうか。もうゲラートくんめちゃくちゃ強くなりましたからね。見てください、この剣さばき。もうドラウナごときヘじゃ痛いな、お前、おい。ヘじゃないわけですよ、こいつらなんて。もうパイプ落としたな、あいつ。振ってるやつ、女、こん中に。どうなってんねん。下水道って、こんな感じなん？怖えよ。なんかある？なあ、なんか犯人探しをしてこいって言われてるんやけどさ。あ、これジャンピングゲラート？いけゲラート。ナイスナイス、いいジャンプ。グッジョブジャンプ。いや。あるか？なんか、そんないいもん。いいもんっていうか、そんな、犯人の行方を示すものなど、あるのでしょうか？ここは何や？鍵？何が吊るされてんだあれ？わかめ？わかめじゃないや。あれ、じゃあここに来た意味はなかったってこと？いつも鍵かかってる場所あんねんな。俺さ、魔法の鍵とかないの？あの、最後の鍵とか。ちょっと探索していこうか？あ、ここは開くんかい。あれ？え？外？金貨だ。金貨？痕跡はここまでだ。ダンディリオンは船を使ったのか。どうしたらいい？ダンディリオン。やっぱ盗んだダンディリオンだったってこと？金貨ってどこ？え、もらえへん？俺は金貨。え、あれ？俺行き過ぎた？もしかして。気づかないうちに進みすぎてた俺。
やっべ、成長しすぎちまったゲラウト。もうやりすぎちゃうのよねゲラウト。そういうとこあるから、しゃあないしゃあない、どんまいどんまい。じゃあちょっと戻るか。確かにあの黄色いターゲットから外れてんな、知らないうちに。もう言ってよゲラウト、成長しすぎやめて。もうわかるよ君がすごいのは。でも行き過ぎ。うお、トラウザ、ここ、ここでっか、ここに目標出てんもんな。なんこの予備、こっから。これは内側で何かが破裂し壁ごと吹き飛ばしたのか。うん、浴場の下水管はここに集まってるようだな。どういうことや。この辺に他はヒントはなさげやけど、あ、あ、なんかある、なんかある。なにこれ、これ何、これは何や。下水管の柵か、爆発でくしゃくしゃ。モルタル、モルタルがついてる。つまり爆発時には定位置にあって爆風で壁から剥がれたのか。なるほど。魔法の痕跡はない、呪文ではなく爆弾だ。ではなぜその破片が見つかる。確かに水で流されたのか。なんか地図に見たことない青いライン出てんな。これ多分今までゲラルトが進んでしもう行っちゃったとこやね。ゲラルト先読みすぎたな。ゲラルトどんなん、なんて先が見えてんのゲラルト。よ七冠、よゲラルト竜王将棋感目指せるね。じゃあちょっとこの青いクダクダをたぐってみようか。といってもさっきのダンディオンの金貨のところ出るような気がする。近いな。近いよね、ここ。あれでも違うとこやな、さっきと。おやおやおや、この先は、この先につながってる。あれこれやっぱ先のとこ。おやおやおや、あれでもあの黄色いターゲットはここじゃないな。あっこに何かあるんや。あれ何がある、ゲラート何がある、あるか、なんか上やったりする。すげえな、急に謎解きパート来たね。うん、ゲラートよう飛べんな、そんなに。絶対無理俺、足もうへし折れちゃうわあれで。さてさて、この辺ではないんか。なんか見っけた、これ見つけられるか。見っけじゃないんやから、見っけじゃないんやから。ミッケって何って思ったら調べてみてね、面白いから。おそらく銀製だな。そこにルーンが刻まれている。歪んでる、多分爆発のせいだ。はいはい、おそらく爆弾の一部だろう。この匂いはワイバーンの油とカラメル。カラメルか、美味しそう。ここはもういいな、ディクストラに会おう。あ、もういいや。俺は何が分かったんかは分からんけどね、ゲラルトが。ゲラルトが何を、あ、何何何、もうもう一本飲もう。息ができん、出られるうちに出ないと。だね、大丈夫大丈夫、解毒剤飲んだから。解毒剤っていつ切れるんか分からへんな。切れるとき切れまーすって言ってほしいな。控えめでいいから小さい声でいいからさ、切れまーす、僕切れまーすって言ってほしいな。あ、あ、こっちじゃないんか。ディクストラ、よディクストラ、見てきたぞ下水道、あんな汚いとこ行かせやがって。風呂入れてくれ。いいと思う、何の用だ。いやー、調査終わりましたよ。金庫付近の下水道は隅々まで調べた。すごいねゲラルト。何か分かったか。何が分かったん、俺も知りたいな。うんうん、ゲラルト、こういう座り方する癖あらへん、なんか座るとき、てか話するときとか見るときとか、なんかこういうさ、こう体をグッと前のめりにする癖あらへん。破片見つけたよ、これだ。あ、そんな感じ。爆弾が壁を吹き飛ばしたようだ、見ろ。銀の容器の底だな、ルーンに覆われている。ああ、これが爆発の爆弾の殻ってこと。匂いから爆弾覆ってたってことね。あ、カラメル、え、砂糖か、やっぱり砂糖、砂糖って爆発すんの、気分じゃないぞ、危な。砂糖って冗談じゃない、ありのままを伝えてる。砂糖って爆発すんの、入った爆弾だ。考え
砂糖は硫酸に激しく反応する。だが賢いなお前、爆発を起こすほど激しく、科学系かお前、もしかして、もしかして錬金術に詳しいとな。オクセンフルト学院で少しな。だが賢いんやこのおっちゃん。お前は宝を見つけるんだ。俺の伝記を書くわけじゃない。絵描きたい描きたい。他に爆弾について分かったことは。なんか船、ああ下水管の中にあったらしいね。爆弾は金庫室の壁の下水管で爆発した。だがその時下水管終端の柵は定位置にあった。つまり爆弾はどうにかして浴場から、ああ浴場に入ってたってことか。じゃあその通り、こんな感じかもしれん。犯人はまず浴槽を空にして、そこから下水管に爆弾を落とした。爆弾は排水と共に流れ落ち、柵の上に乗っかり、バートの言葉を借りればドカーンだ。そこは借りんでもドカーンやと思うけどな。そうやな、どこから落とされたんやろう。見込みのある手がかりは下水管だけだ。どの浴槽につながる。それが分かったところで分かるんかな。あ、そっか、それがあれば分かるんかも。あの浴槽を使ったか分かる。せやな、まずまずのせいかだ。まずまずやね、ほんまに。もらって光栄だ。その皮肉聞けなくて寂しかった。なんだかんだ仲良しやろお前ら。うん、ズボンにナイフがないぐらいの寂しさだ。寂しいのそれ。俺らでいうスマホがポケットに入ってないみたいな感じ。それ寂しいわ。お前いつもそんな寂しい思いしなんか。言ってくれよ。右の浴槽を調査しろ。俺は左を見る。何か見つけたら言う。お前じゃわからんやろ。右の浴槽ね。うん、こういうちっちゃい浴槽もありなんかな。お、やったレベル上がった。うん、ここには何もないか。あ、てかもう黄色いの出てるやん。誰がどう見てもここやん。もうここでしょ。バレバレやぞ。あれ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 、調べられへん。使ってる状態で調べられへんのかな。なんでやろう。リラックスしちゃうからかな。お、落ち着け落ち着け。飛び回るなゲラルト。おお、ゲラルト。やるやる。子供が見たら真似するやろ。で。あるね、なんか。水面に何か浮いてる。これ気づかへんの？みんな。普通に客いたやろここ。これ気づかんでええんか？この油が浮いてるけど、それをどうしろと俺に。え、この油が浮いててなん？油が浮いてるからなんだ？え、なに、なに大丈夫？この油は何？燃やしてみる？危ないな、今自殺行為やぞ。え、この油があったらどうする？他にもヒントがあるってことか？お、なんかあったぞ。またこんな破片みたいな。下水道で見つけた容器の底だ。ディクストラ来てくれ。ディクストラ読んだら来る早く。兄ちゃんごめんごめん言い過ぎた。ゆっくりでいいよ、来てくれ早く。何かあったか。お、ああ爆弾の一部だ。気づけこれぐらい。油浮いてたら気づけ。ワンバン浴槽を排水しろ。客の記録も持ってこい。アッペン、お前ら兄弟似てんな。そこにあるものを調べだな。アッペン教えて。アッペン、お前ら二人似てんな。柵が取り除かれてる。ここから爆弾を流したんだ。アッペン、あの日は誰がこの、その浴槽わかんの？ベルトルド・ハインズ議員、酒造家のヨセフ・シュバイク、それとヘンケル辺境博。ヘンケル？ありえない。ヘンケルって誰？ヘンケル。まあ犯人じゃないかもしれんからね。あの爺さんは去年の冬に死んだ。強盗の日に取られるはずがない。え、墓の死んだ。墓。初耳だ。辺境博は女を買いに行って死んだ。下に恥ずかしい。だから家族は見そう。え、あいつ墓でさ探したやつじゃないの？でも確かに見たんだ。ルーベンさん絶対だ。話しかけたか？よく顔を見たか？だ、墓行ってたもんな。入る時に通り過ぎただけで。ではお前は偽物を見たんだ。たまには考えろ。いやいや十分頑張ったよ。そしてこんなこと思わへんもんな。あいつ偽物ちゃうかなと思わへんもんな。どっから始める？わかった。どこから始める？ヘンケルやんな。自宅、大広場の南にある人の住んでいない建物だ。そこにコソドルの手がかりがあるかもしれん。さっさと行け。あ、なんか繋がってきたな、あの女の人たちに聞いた話が。
墓嵐にカビやろ。なるほどね。そういうこっちゃか。じゃあそのお家だよ、行ってみようか、ヘンケルさんの。ヘンケル、ユンケル、体健康。着きましたね。ここか？こっちかな？こっちっぽいな。辺境博の邸宅というより物乞いの暴れ。あんまりそういうこと言うな。あんまり。ダンディリオンは面白い友達を作ったな。あ、分かった分かった。あんまそういうこと言わん方がええやろ。な、人の家でそれ嫌やろ。ゲラと自分の家でそれ言われたら。で、ここどうやって入んの？ヘンケル、あれ？ヘンケルハウスは入り口どれ？ヘンケルハウス、ヘンケルハウスドア出し？ん、これか？え、これじゃないの？じゃあ。あれ？これドアじゃないの？ヘンケル？おや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 ？こっからかな？うん、感覚で言ってみる。ウィッチャーの感覚を使ったらいけるってこと？え、こっちにされたもん。おう、どこもかしくも鍵かかっとるやんけ。おいおいおい、お前ら鍵なんてかけんな。なんか怪しい。よかった。え、どうやったらいい？あ、そうかそうか、これアードで吹っ飛ばせるタイプのドアや。人前やけどな、ゲラルト。お、足跡ある。はいはいはい、怪しいですかな、怪しいですな。それはの前にちょっと拝借しようか。もうあれやろ、辺境博やねんたら。辺境博ってなんなん？どんぐらい偉い人なんやろ、辺境博って。汚いな、それにしろ、この家。なんか辺境博がさ、どんぐらい、地主みたいな感じ？その土地の人、領主みたいな感じか。言ってまえば。どうなん？誰か辺境博博士いたら教えて。お、ラッキー。さて、上かな？足跡は続いてまんな。うん、いい窓やん、でも。さてさて。ここ、お、なんかありそうやぞ。お、なんかインゴとか。あ、いいね。それにボトルだ。手紙。誕生年のワイン。極めて上質なものです。驚くほどの芳香。ぜひお試しを。ほうほう。終わったら元の位置にお戻しください。愛を込めて D、 イニシャル D、 D の意思。どういうこっちゃね。で、こっちに続いてると。誕生年か、ダンディリオンか、シリの、シリの可能性もある。なんかこっちにもあるな。これもアードか？あ、違うみたい。あれ？ここでも悪っぽいよね。はてさてさて。難しい。なんか今日のウィッチャー3難しいな。どっちだ？うわ。え？いや、ちょい。あ、これワインか、びっくりした。これワインか。なんか俺あのさ、宝を守るトラップみたいなトゲトゲがさ、あってさ、なんか取った瞬間挟まれるみたいなやつだと思った。これ全ワインや。何？焦らすなよ。焦った。さて、これ、ここには何もないんか？難しくなってきたね。面白くなってきやがったぜ。足跡はこっちに続いてるから、ここは開くよね。絶対いいか、絶対いいの。ああ、あれ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 、押してんねん今日な。ゲラド、殴ろ。あれ、いけへん。俺はどうしたらいい？おや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 、ちょっと待っててね。いやいや、よく考えたらさ、あのメモどう考えてもヒントだよねって思うんやけど。
ワインを元の場所に戻しといてくださいねってことはさ、え、このワインどっかに戻すんじゃないか。え、そんなとこない？ワインを戻すとしか考えられんくね？違うかなって言われても、どこに戻したらいいんやろ。あった、ワインボトルや。え、これを、いや、戻すでしょ。うんうんうん、あったあったあった。1251年頃の棚にボトルを置く、これだね。よかった、謎が解けたよ。もっとちゃんと考えなあかんな。ノブと回してなかった、まったく。1245から54年、誰の年や。シリか、ダンデリオンか。音がした。チャンス上げられた。今見えへんやろけど、いいねしてたわ。右手が勝手に動いたわ。もう一本の部屋、あー、この隠し扉がやっと、あ、開いてるね、もうすでに。何、なんか、何この赤っぽい土管みたいのある。隠し部屋か。ダンディリオンと仲間が強盗を。悪いやつらめ、夕暮れなだけ。なんかいろいろ、すげえいろいろある。うわ、何、え、何これ赤、え、どうなってる、赤いの。ワイドハント、うん、違うな。これ夕焼けなだけな。夕焼けなだけ。あ、ここらちゃんと赤いな。これは何や。砂糖。砂糖、それにワイバーンの油に浸された物質。うん、カリウム。あー、カリウムは爆弾を作ったようだな。なるほどな。ダンディには悪いやっちゃな。他はなんかあそこある、やっぱり。あ、夕焼けに照らされて分からへん。夕焼けが眩しすぎる。西日が眩しすぎる。ドゥドゥからの手紙。ドゥドゥってなんか前聞いたな。ドゥドゥって誰なん。シリエ、メンジに追われてる。奴が宝を奪い、ダンディリオンも捕まった。逃げるんだ。シリがいた。足音がまずい。マジか。ダンディリオンは捕まった。ドゥドゥって誰や。ちょっと読んでいい、本。ドゥドゥの本読んでいい。ドゥドゥってなんかそういう鳥いんかった。ドードやったっけ、それポケモンやんな。あれ、なんかいんかったっけ昔の。そんなことはええねん。ドゥドゥの、あ、じゃあ人物、あれか、百科事典、大百科か、人物辞典。いやー、この辺もな、読みたいんよね。勝手に読んでる人とかもいるけどさ。メンジってこれやんな、ウィッチハンター。こいつに追われてるってことやんな。キーラ懐かしいな。クリーバー、グラデン、グラデンは好きなんやけど、コリネッチな。お前は誰やったっけ。あ、焼かれちゃった人か。シリア、かっこいい。ジョニー、ドルタンな、友達だった。タマラは元気にしてんのかな。ダンディーの出たよ。ディスクトリス、あ、この辺トロールのパート、お前も乗ってるんや。ドゥードいた。ゲラルトと筆者は随分昔からドップラーのドゥードゥのことを知っていた。実際に対面するより前からだ。初めて彼と話した時、我々はそうとは知らずに、筆者の知人であるディンティービベルベルトという名のハーフリングの商人の姿に化けたドゥードゥと話していたのだ。ドゥードゥはディンティーに化け、彼の商人としての交友関係を使って自身の商売を進めようとしていた。ディンティーは最初、彼に化けて商売を引っかき回している偽物を見つけられず激怒していたが、ドゥードゥの投資が相当な利益を生むようになってから態度を改めた。他のハーフリングはドゥードゥを共同経営者として迎え、いとこのドゥードゥ ビベルベルトとして周囲に紹介したのだ。シリ、ドゥードゥ、そして筆者は揃って途方、とてつもない失態を演じ、窮地に追い込まれたが、スペード騎士団に捕らえられたのは筆者の身で、ドゥードゥは逃げ切った。あ、ダンディリオンが書いてんのこれ。あ、ダンディリオンが書いてんねんや。こういう文章も書けるんや、ちゃんと。ダンディリオン、あれだ、ドゥードゥとシリと一緒にいろいろやってたってこと。ドゥードゥにも会えるわけや。で、ダンディリオンだけ捕まったんや。何やっとんねん、ダンディリオン。なるほどな。いやー、見えてきたね。見えてきたか？
で足音が聞こえてきたけど下に誰かいる？怖いな。急に出てくんなよ。ゆっくり出てこいよ。出てくるなら誰だ？いるんだろ？いるな、分かってる。出てこい。ディクストラとトリス。どういうこと？どうして？なんで？なんで？ほんまになんで？まさかここで会うとはな。そうよ。え、お前のために調べてたんよ。魔法が使える者がいれば助かると思ったんだ。あ、なるほどな。刻まれたルーン。意外と有能じゃないか。知りたくてな。トリス、おひさ。知りたいのか、トリス。いいえ、お金のためだ。トリス、割り切ってる。唯一主義者を演じるメリーゴールドか。最高だ。トリス、割り切ってる。本当のところ、トリスが来たのは理想のためだ。仲間を救うには金がいる。宝を取り戻したら、俺が彼女を助ける立場になるだろう。ところで、僕の友人は言葉遣いが悪くて恐縮なんだが、俺の金を盗んだ。いやー、見つかったけど、これ言っていいかな。そうそう、なんで来た？お前、俺に探してこいって言ったやん。まずはここにいる理由を言え。いた。そう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 。言ったよ、俺ちゃんと。聞いてた？そうだ。だがお前が心配だった。優しいのか本当に。お前に優しさかそれ。俺を信用してないなって、まあ言わんでもいいよな。ありがとう。そう、まあ安心してくれ。開いてますよ。だが自分の面倒は自分で見られる。今後はそれを忘れる。夢忘れるな。いいとも。俺は自分の利益を追求するだけだ。基地に飛んだ言葉の応酬を聞けて本当に光栄だわ。確かにね。あなたたちと違って私は毎回命がけで外に出てる。ここに来た時もね。だからいい。確かにそうやな。トリスはほんまやわ。犯人はメンジや。無駄な手間をかけたな。爆弾を調べても無意味だ。なぜと。宝を盗んだのは誰か分かった。メンジが盗んだ。団の団長カレブメンジだ。おやおや、メリーゴールド、君の報酬は報復。え、メンジが盗んだ。ダンディリオンが盗んで、それをメンジが奪った感じ。早く知りたいんだ。偏見偏見がそれで聞いたよ。老人は元気だ。え、老人元気な。え、そうなん。え、ちょ、え、俺あったっけ。え、どういうことどういうこと。ヘンケルにあったっけ俺。あ、メモ見て書いてあった。面倒を見てやると。ゲラルト、どう上品に言ったものか。ふざけるな。お前の尻から引き出した作り話で騙せると思ったから。え、やっぱ作り話？彼のことを少しも分かっていない。宝を持ってんだメンジってのは本場やね。だが一部だけだ。半分がライオンやワシの怪物なんかの話は聞いたことがあるが、半分真実の話が存在するなどとは納得できん。とにかくやってみる。ヘンケルには会っていないが、やね、メンジは確かに。メンジは宝持ってて、水晶玉でも覗き込んで、あれ捕まってるわけやね、ダンディリオンが。企業秘密だ。ダンディリオンは捕まってますと。何か隠してるな。我慢できないことの一つだ。ニルフガード。やるか。じゃあやるか。だがこれはビジネスであって結婚ではない。すべてが嘘でもなかろう。お前は人を騙すのがうまいやつではないから。そうなんや。メンジは最近大金を使っていた。だが形式上、奴はビタ一文持っていないはずだ。いやいやな。次は何を。トリス来て一緒に。メンジは夜を不当で過ごすらしい。あ、やるかじゃあ。ウィッチハンターの弊社だ。会いに。お、どこに俺の金を保管しているのか聞こう。確かにな、喜んで話すとは思わんな。喜んで何かを認めるとは思えん。俺もだ。苦難を共にしたウィッチャーと女魔術師を雇えたのは幸運だ。私たちの過去に何の関係が。そうよそうよ。たくさんある。恋人同士は片方のためなら地獄に飛び込む。いや、もっともっとね、もっとよ。ちゃんと、もっとって。すなわちお前たちがハンターの兵舎を生きて出られる可能性が大幅に高まる。俺の宝と一緒に。は？行ってこいってこと？利用、うん、トリス、まあ過去の話だけどさ、利用するつもりか？言い換えれば利用してるんだな。利用？まさか。二人の絆を最大限に活用してるだけだ。おい、デブ。さて、もう行かない。おい、デブ、待て。うん、デブでハゲ。ほら、気まずくなっちゃった。訂正すると思った。恋人たち、うん、まあ、いや、まあいいじゃないかな。そうだよ、君だって何も言わなかったやん。自分で訂正できたな。そうそうそう。確かに。でも簡単に言えることじゃないでしょ。まあまあまあ、いや、この話はいいやんか。そうそうそう。
だから取りに行こう。嫌やな。トリス、正直に言おう。ディグストラの金には全く関心がない。やっぱりね。シリのことです、ね。そうそう。ああ、メンジはどこかにダンディリオンを拘束し、ダンディリオンはシリ。らしいよ。じゃあ話は別だわ。聞いて、真夜中に港の東にある教団の礼拝堂に来て、一緒にウィッチハンターの弊社に。ねえ、怖いな。わかった。じゃあまた。助かるよ。フード似合ってるよ。なんかさ、鳥羽に行くとかさ、闘技場に行くとかのさ、話はそれたな、知らん間に。うわ、トリス、やるなら言いなさい。びっくりするでしょ。肝っ玉飛び出たわ、今、ゲラルト。魂抜けちゃってる顔しない？まあ、今日はこの辺にしとこうか。なんか話からそれで言ってるような気もせんでもないけど、シリに会えるんやったらそれで構わんな。よし、じゃあ今日はこの辺にします。今日の動画面白いと思っていただければ、高評価チャンネル登録していただければ本当に嬉しいです。はい、それじゃあ今日もありがとうございました。次は、弊社に潜入して顔怖いハゲを戦いましょう。それじゃあね、バイバイ。